どうも、ウェダックスです。はい、昨日パソコンを作り始めて、今は途中なんですけども、今このパソコンをね、OS を入れた状態で約20時間放置している感じです。はい、まあとりあえず組んだらある程度放置します。で、まあケースに入れてビデオカードとか挿してもある程度放置します。そうしないとですね、何もしない状態で何らかのトラブルが起こるっていうのは最悪な状態ですね。とても人に渡せるものではないので、それぐらいのテストはします。はい。で、スペックの話をちょっとしたいと思うんですけど、よくそのバランスの話とか、あと安いパソコン私は結構組むので、初心者にそんな安いものを勧めてどうするんだっていうコメントをいただくんですけども、それはもう正直当人の考え方次第だと思うんですよ。で、もしその私の動画を見てですね、その安くでパソコンを組みたいなと思う方は多分それで多分満足すると思います。はい。で、最初からですね、いいものを買うっていう考え方、いいものを買って満足したいっていう考え方ですね。あと安いものを買って不満が出たらどうするんだっていう話なんですけども、まあけどそれでいいと思うんですよ。予算は人それぞれですし、出せるお金っていうのはやっぱり人それぞれで、私の考え方、私は安いに越したことはないということです。ほんで不満を感じたら、まあ自作をするようなことをするぐらいの人ですから、不満を感じた時点で何を改良すればより良くなるのかっていうのをそこで学べばいいんじゃないかと思っております。はい。で、もちろんそんなことには興味がないので、とりあえずハイスペックなものがいいというのであれば、自作する必要はないのかなと思ったりもします。ショップブランドでもいいですし、オーダーメイドで作ってくれるところもいくらでもあると思いますんで、そういう購入の仕方でね、構わないと思います。はい。で、個人でやっぱ自作するんであれば、パーツの取り替えやそのスペックの勉強になるするのがベストだと思っております。はい。で、今回のパーツなんですけども、ちょっと Z マザー使ってる、オーバークロックするようなマザーを使ってるんですけど、オーバークロックする機なんてさらさらありません。で、私は Z マザーが堅牢だと思っております。はい。これはもう別に堅牢だと保証することも何もできないんですけど、やはりオーバークロックするということは発熱が大きくなる、で温度がパソコンの中が高くなるということは熱なんですよ、機械を故障させるのは。なので熱に耐えられるような作りになってるだろうと思います。はい。まあメーカーさんもそういうことを多少歌っていますので、その辺は間違いないと思うんですね。なのでそういう故障が少しでも減るんじゃないかなと思います。はい。で、だから Z マザーを今回使ったんですけど、で、ちょっと値段がね、高いんじゃないかっていう話があるんですけど、Z270 は実はもう型落ちで、価格が下がり始めていて、多分今底値ぐらいだと思います。はい。これを多分新品っていうか、出た当時、購入したら2万円超えしてたと思うんですけど、実はこれ、1万、税別で1万3000円ぐらいで買ってるんですよ。なので、今安いマザーでも8000円ぐらいはしますので、数千円足せば買えるレベルですね。なのでそんなに高くないです。はい。で、CPU G4560 は6000円ぐらいですね。で、メモリーはどうしても8ギガで1万円程度しちゃいますね。その辺はしょうがないかなと。で、電源は必要な容量を買えばいいと思います。そしてビデオカードを増設するようなことになった時に、また電源の容量は考えてもいいんじゃないかなと思いますね。ほんで、ビデオカード、マザーボードに CPU、メモリー以外にビデオカード載せるぐらいなら、どうあがいても 700W あれば十分じゃないかなと思うんですよ。700W 以上載せるんであれば、ドライブを山ほど載せるとか、まあ、カードもたくさん挿すとか、っていう使い方じゃない限り 700W 以上が必要だとは私は思いません。はい。なので、通常 600W あれば、
問題ないんじゃないかなと思っております。ただね、よくあるパソコン の, その必要な電源容量の計算方法って使う消費電力の倍のものを選べっていう方法なんですね。だから 300W 使うなら 600W を買えということです。で、まあけどビデオカード載せちゃうとね、安いものでも多分すぐ 400W とかいくんですね。っていうことは 800W の電源を買えってことなんですけど、そんな必要はまずないかなっていうのが思うのですが、まあ世の中のその情報としてはそういうことらしいです。はい。でこの CPU に4560に、結局何を載せるかっていうと 1050Ti を載せます。で 1050Ti で、3画面を友人は使いますので、3画面に対応しているもので、友人は実はゲームをするかというのは多分しないんですね。しないんですけども、まあちょっといろんなマルチメディアにも興味を持っているので、そういうこともちょこっとできるぐらいのスペックにしてほしいということなので、まあ CPU はまあ4560で十分だろうと。でビデオカードも 1050Ti、 ここまでパワーがあれば十分だろうという判断です。はい。でよくやっぱり PUBG、 今回もちょっとコメント2件ほどですね、 PUBG いけるかとかいう話があるんですけども、 PUBG いけるかのラインがね、もう各々すぎて答えられない。まあ FPS なのでフレームレートは重要なんですけども、30出れば十分だと思っている方と、60出ないと満足できない方、60でも満足できなくて100以上必要だっていう方それぞれ、あとはゲームの設定ですね、最高設定でやりたい、まあまあ十分なグラフィックでやりたい、もう低くてもいいので快適にやりたいっていう方によって全然変わってくるんですよ。でそれは本当におのおのですね。でビデオカードとかもね、 CPU とビデオカードと、一番お金がかかるのは CPU とビデオカードなんですけど、やっぱ CPU i7 で一番高いものってなってくるとやっぱ 4-5万しますね。でビデオカードは10万ぐらいしますね、それなりのものだと。もっと上もありますよ、 CPU もっと i9 とかもありますんで、もっと上もあるんですけど、そこまでいっちゃうと一般的ではなくなってくるっていうか、もうすでに一般的ではないか、でそうなってくるとね、 CPU とビデオカードだけではなく、やっぱモニターの問題も出てくります。応答速度が速い必要がありますので、 CPU5 万、ビデオカード10万、モニターに5万、もうこれだけで20万です。この3つのパーツだけで20万です。まあ普通はそこまでお金をかける人はいないんじゃないでしょうか、なのでこの辺からスタートすればいいんじゃないかなとすごく思うんですね。で、何年か前にですね、中学生が、パソコンを組みたいということで教えたことがあるんですけど、でその時はもう私は3万円ぐらいの予算 でビデオカードが何やったかな、多分 GT9800 あたりやったと思います。まあ1万円で買えるビデオカードですね。で大体予算は4万円ということ で多分 CPU はセレロンでねやったと思うんですけども、当初は当に満足してたんですが、やっぱ FPS をやるにつれて、ファーストパーソンシューティングにはまるにつれて、やっぱりスペックが欲しくなってくる。まあやっぱ設定を遅くしたりしてやってたんですけども、その子は結局何を最初に買ったかというと、次にいいモニターを買いました。でまあオート速度ですね、映像を早く表示させることによってゲームに対応していきました。その代わりグラフィックはセレロンに9800なので、 GT9800 なのでそれなりでした。はい。でその子が次にねパソコンを組みたいって言った時に、組んだのが i5 の400かな、数字ちょっと忘れましたけど、それぐらいです。2300か i3 か2300か、まあまあその辺です。でグラフィックボードはなぜかそのままだったと思います。はい。でそのままで使ってた、多分その間が3年ぐらいかな。で
ほんの1年前にね、またパソコンを欲しいということで、もう社会人になってました。で、また、教えてくれということでやったんですけども、で、その時にですね、まあ、i7-7700K と、ビデオカードが1070でしたね。はい。そういうとこにたどり着きました。で、本人はやっぱりその、流れでね、3年なり4年なり経つことによってそのスペックアップを求めてきてたんですけども、まあそれはそれでいい勉強になったんじゃないかなと私は思っております。で、その1070を買った時ですね、実はビデオカードは急激に値下がりしている時だったんですね。だから1080がまあ10万出さないと買えなかった時があって、突然7万円ぐらいまで値下がりしたことがあってだと思うんですけど、その前後で、あ、もうちょっと我慢していれば1080買えたなっていうぐらいでした。はい。で、まあそれでも6、7万ビデオカードにお金をかけるわけですよ。で、今回作るパソコン多分総予算7万ぐらいだと思うんですけど、7万かからんかなぐらいだと思うんですけど、ビデオカードで ビデオカード代だけで作れちゃうんですよね。で、その1080の値段の変わり方なんか異常で、今私6万ちょっとで1080を買ったんですけど、ちょっと前までそれは10万超えしてたんですよ。まあまあ、マイニングのせいなんですけど、マイニングがブームになってビデオカード値段がアホみたいに上がって、で戻ってきたところを私は買ったんですけど、で、まあ発売当初も当たり前のように10万ぐらいしてたビデオカードなんですね。で、この価格差をね、6万と10万円ですよ。4万円違うんですよ。その4万円でパソコン組めるよっていう話で、なんやったらビデオカード1枚の値段6万円で、そこそこゲームの動くのは作れるんですよね。だから、うん、ビデオカードとかに対するお金の考え方っていうのはなかなか難しいと思います。で、1段ステップ上がるとね、本当に極端に金額が上がっていきますんで、2、3万円当たり前のように上がっていきます。パーツ全体を見るとね。だからなかなか難しいと思うんですけど、まあ私の動画を見てですね、これぐらいでいいんじゃないかって思ってもらえれば嬉しいなと思ってます。はい。もちろんね、より良いものを買えるのであればこれ以上のものを購入してもらっていいですし、その時代に合わせてまあ価格の上下しますんで、最近はね特にメモリー系とビデオカードはえらく上下しますんで、タイミング大切だとは思うんですけども、うん、時期時期に合わせて選んでもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。で、結果このパソコンで PUBG はできるかといえばできます。できますが、設定はやっぱり中ぐらいにしといてもらわないと 60fps は安定しないと思います。はい。なのでその辺ですね。うん、まあそのフレームレートとかが気になるかどうかっていうのはすごい重要ですね。それはもう経験してもらわないとわからないですし、例えば PS4 で FPS をやってる人なんかは 60fps 出ないことなんて当たり前ですよね。だからプロを買うっていう話もあるんですけど、まあプロを買ってる人が上位ランカーばっかりかっていうとそうでもない。 PS4 のままでも上位ランクにいる人はいる。はい。まあパソコンの世界はちょっといろいろあるんでね、わからないんですけど、ランキングに関してそのスペックによるランキングっていうのはよくわからないんですけど、うん、で動けばいいって人が本当に多いってことを本当に知ってほしいんですけどね。自分の周り 2,3 人がそのハイエンド主義な方が固まってる、まあ類は友を呼ぶんで、そうなってくると周りはこれが当たり前だ的なことになりかねないんですけど、そうでもないんです本当に。MMO も10年前ぐらいまでは本当にノートパソコンでやってる人多くて、ビデオチップセットビデオチップセットが載ってるわけではない、ね、ギリギリその 2D の処理ができるビデオ能力で、3D MMO をやってる人が本当にいっぱいいました。で、いっぱいいて、
パソコンにはお金かけないのにゲームにはめっちゃお金をかけてる人はいっぱいいました。はい、これは本当です。はい、まあでもそう、まあ 3DMMO と FPS は全然違うんですけど、まあけどやっぱり経験しないとわからないので、で不満が出たからといってスペックアップして思ったより変わらへんなとか、あのわこれはすごいいいなっていうのは結構差が出ます。はい、なので本当難しいですね、スペックに関しては。で個人的には本当に CPU は i5 までで十分で、ゲームするならですよ。であとはあのそのちょっとでもビデオカードにお金を回してですね、できるだけいいビデオカードを買う方がいいんじゃないかと思います。はい、i7 はですね、個人的にはエンコードの処理に必要だと思っております。はい、ただですね、あの VR、 私はゲームは VR しかほとんどしないんですけど、 VR とかになってくると話は別になるんですね。どうしても i7 の能力が必要な部分っていうのは出てきます。はい、まあ 2D 系や 3D 系のゲームでも i7 のある機能を使ってたりして i7 が必要だったりすることもあるのはあります。はい、まあけどそこにね、満単位のお金を追加できるかという話で、ビデオカードに関してはね、満単位追加するだけの価値は私はある気はしてるんですけど、うん、CPU はどうなんですかね。あの体感は多分大して変わらないですよ。はい、うん、エンコードに関してはかなり変わりますけど、まあそれでもね、10分が15分に なる、15分が10分になるっていうことにどれだけの人が満足するのかなっていうのはあります。私は例えば15分エンコードがかかってたのが10分になっただけでかなり幸せになれるんですけど、それを人に話したところで5分待てばいいやんって言われることの方が多いです。はい、なので、うん、人それぞれということです。はい、私の動画を参考にしてくれる方はあの参考にしていただいて、私の動画は参考にならないなと思う方は本当に参考にしなくて結構です。はい、でまあ、アドバイスはどんどんください。はい、いろんな人の考え方は知りたいのは知りたい で、まあ、できればバランスを取りたいと思っております。はい、まあ、仕事上ね、そういうことを知っておくっていうのはすごく大切なことなので、あのぜひね、いろんなコメントいただければ、あの全然私は、基本的にあのコメントいただいたら、あの最近の動画ですね、最近の動画であればあのコメントは返すよう努力してます。あのもし返せなかったり、コメントに対しての返信はあのね、レスポンス来ないことあるんですよね。なので、情報がね来ないことがあるので、たまに返信できてないものもありますが、その辺はお許しください。あと古い動画に対してのコメントはちょっとやっぱ考え方もその当時とは変わってたり、状況も変わってたりするので、あの古い動画に関してはコメントは返せないことの方が多いと思います。はい、こんな感じで、うん、パソコンに対して語ってみましたがどうでしょうか。はい、でまあ今日は今からですかね、まあ20時間以上問題なく動いてますので、これをケースに収めビデオカードを追加していきたいと思います。それはまた別の動画で。はい、本日はこれにて終わります。上ダックスでした。バイバイ。